どうも白黒の部屋です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ちょっとね遅くなりましたけどね、これがね開封動画今年一発目になりますね。で今日はね、仮面ライダーのシールウェハースをね、2箱だけねやっていくんですけどね、いつもね6箱以上開けてるんですけどね、今回なんでね2箱かっちゅうとね、わからんの、ね、仮面ライダー、で正直ね、その昭和の仮面ライダーはねなんとなくはわかるんですけど、この平成以降の仮面ライダーがねあんまりわからんのよね。特にねこの最新のガッチャードもねちょっといまいちよくわかってないんでね、今回ねもうほんともうあのしょうもないレビューに、ね、なると思いますけどね、それでもいいって方はね、ご視聴の方お願いします。でね、動画の最後にね、来週再来週かね、ワンピースの大海賊シールウェハースのね、ログ7でね、プレゼント企画を、やる予定にしております。そちらのね、説明も、若干ねあのやりますんでね、そちらもぜひチェックしてください。いやこの箱に載ってるやつはね多分最新の仮面ライダーとかなんやろかね。ガッチャードがね最新ですよね、その前が、ジードやったんかね仮面ライダーね。この仮面ライダーのね1号はわかるんですけどね、自分が見てたのはね昭和の仮面ライダーの1号の、本郷猛、2号の一文字隼人で、3号に風見四郎で、4号に仮面、ライダーマンかで、5号ストロンガーやったかね、でアマゾン、そのぐらいまではねなんとなくわかるんですけどね。でリアルタイムで見てたのがね、小学生の頃の仮面ライダーのねブラックを見よったんよね。そのぐらいまでしかねちょっと知識がないんでね。で平成ライダーで言うとクーガー、アギトもなんとなくわかるかね。でダブルは見よったね。そうやね、レビューするまでに至らん知識なんでね、あの温かい目でね見ていただけたらねありがたいですね。じゃあ開封していきましょうかね。いや本当ね知識がないままね開封するのはね本当申し訳ないんですけどね、ただねシールのデザインがめちゃくちゃ良かったんでね、シール目当てで、自分はね開封していきますんでね、気の利いたコメントはね言えないと思いますね。でパッケージはこの2種類ですね、こっちの右がね、ラインナップが載っている感じがね、で左がねガッチャードとか載ってるんかね、これはジードかね、左の分はね。とラインナップは全30種類ですね、ノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレア、シークレットですね。で、ウルトラレアが4種類で、シークレットが2種類になってますね。今回ね2箱しかねないんでね、コンプリートはね、まずできないんですけどね、シークレット1種類ぐらいはね出てほしいね。じゃあ開けていきますかね。じゃあ右の手前からね順番に開封していきます。そうやね、最近の仮面ライダーは本当にわからんもんね。台紙は台紙なんもないとかあるの、これ初めてやないこれ。で今回バニラクリームのねウェハースになってますね。じゃあ1枚目いきます。せーの、はい。おっと、これはあれ、これどうなっちゃう、あ、これやね、この違う、こうやね、あ、反対向いとるやね、仮面ライダー、牙になるやね、牙ですね、牙フォームですね。やっぱレアでもねかっこいいね、バンダイさんね仮面ライダーはねあの力入れてると思うんでね、いやシール楽しみっすねこれからね。平成の仮面ライダーはね何種類かはねわかるんですけどね。せーの、おーっと、これあれやない、ウルトラレアっぽいっすよね。やめっちゃかっこいいね、この目のところがねすごいね、仮面ライダーの1号、これね新仮面ライダーになるんやろうかね、これは仮面ライダー新1号ですね。これがねやっぱ UR の仮面ライダー新1号ですね。
これ仮面ライダー1号とは違うんかね、本郷猛じゃないんですかね、これね。ウルトラレアが4種類入ってるんでね、ワンボックスに1、2万やろうね。せーの。はい。おっと、これは、仮面ライダードライブ、あ、ドライブね、いましたね。脳細胞がトップギアだぜ。ノーマルの仮面ライダードライブですね。これもね、平成の仮面ライダーよね。せーの。はい。おっと、これは、あ、これは仮面ライダーダブルですね。ダブルはね、見てましたね。うん。なんとなく覚えてますね。ノーマル、仮面ライダーダブルですね。いや、サイクロンジョーカー、ありましたね。ノーマルですね。いや、これラインナップ見た感じね。仮面ライダーブラック乗ってねえんやけど。これ唯一見よった仮面ライダーなんやけどね、リアルタイムでね。これ乗ってないね。ブラックは何、人気ないんかな。小学生、低学年ぐらいやったかね。確かトンネルズがね、朝ありよったよね。その後にね、仮面ライダーブラックが確かありよったんよね、あの時。せーの。はい。おーっと、これは、あ、仮面ライダーアギトですね。あ、このカブトムシ、クワガタみたいなね、仮面ライダーいましたね。うん。レアの、仮面ライダーアギトですね。アギトかっこいいっすよね。やっぱね、最新のガッチャードは出しときたいな。シークレットどんなんや、 V3 とか出らんかね、シークレットでね、昔の仮面ライダーはね。せーの。はい。おー、これめっちゃかっこいい、これ。あ、これ仮面ライダーグランド GO やね。うわ、めっちゃかっこいいやん、これ。いや、めちゃくちゃいいね。うん、スーパーレア。え、スーパーレア、スーパーレア。あー、これスーパーレアなんやね。これレアリティ的にはね、スーパーレアとウルトラレアって言ったらね、このスーパーレアの方が低いんですよね。いや、でもスーパーレアの方がかっこよくね、これ。めちゃくちゃいいっすね。うん、これがね、左の分がウルトラレアで、右が、スーパーレアになるんやけど、いや、どっちかっていうとこのスーパーレアの方が好みっすね、個人的にはね。いや、めっちゃいいっすね。いや、いいね、スーパーレアいいね。いや、ほんと申し上げないよね、ほんとね。めっちゃいいねとか、かっこいいねとしかね、いえ、ほんと、ほんと申し上げない。いや、ただね、シールはね、ほんといい、いいっすよ、これ。知識がね、やっぱないとね。せーの。はい。おーっと、これは何ライダーじゃ。仮面ライダーガイムって読むんかね。刀持っとるよ、これ。ノーマルガイム。なんか侍みたいなね、仮面ライダーなんやろうかね。鎧をまとった仮面ライダーって感じやね。いや、これもかっこいいっすね。いや、最近のライダーね、なんかガンダム化していってない？なんかガンダムっぽいもんね、みんなね。せーの。ほい。これはなんじゃ？あ、ディケイドですね。仮面ライダーディケイド。これもいましたね。これもね、平成の仮面ライダーですよね。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。ノーマルですね。仮面ライダーディケイドですね。せーの。ほい。これもスーパーレアでしょ。仮面ライダークロスセーバーっていうかね、これね。いやー、すごいね。やっぱ SR やね。いや、今回ね、SR がめちゃくちゃいいね。想像するのは俺だ。仮面ライダークロスセーバーですね。これ2020年ちゅうことは、これは令和の仮面ライダーになるんかね。せーの。ほい。これは、あ、これ、仮面ライダーブレードです。これはね、見てましたね。あの、剣でね、戦う仮面ライダーよね。うん、レアの仮面ライダーブレードですね。これも初ゲットですね。せーの。これ、ウルトラレアですね、多分ね。
これ画像載ってましたね。これガッチャードのキャラクターよね。一ノ瀬宝太郎&工藤凛音ですね。この2人がね、ガッチャードなんですかね。まあ、原作見てないんでね、あれなんですけど、せめてね、ライダーになっとってほしかったけどね、個人的にはね。人間の状態の、シールでしたね、今回はね。せーの。ほい。おっと、来ましたね。ガッチャードやね。いや、出てくれましたね。これがね、最新の仮面ライダーのガッチャードですね。ノーマルやね。スチームホッパー、変身者、一ノ瀬宝太郎ですね。さっきのね、男の人が、こっちのガッチャードになるんかね。ちゅうことは、ガッチャードは二人おるんかね。まあ、原作見てないけんね。あれなんですけど。そうか。ウルトラレアのガッチャード出てほしかったけどね。もう一枚多分あると思うよね。ガッチャードはウルトラレアで。せーの。はい。おっ、これは、仮面ライダー、龍騎ね。龍騎はいましたね。これも平成のね、仮面ライダーですね。レアの仮面ライダー、龍騎ですね。せーの。ほい。おっと、これも仮面ライダー？これ最近の仮面ライダーじゃない？これ。ノーマルですね。仮面ライダー、エグゼイドですね。アクションゲーマーレベル。なんかゲームの世界のね、なんか仮面ライダーっぽいよね。確かに。これも初ゲットやね。いや、今んとこ、ウルトラレアが2種類出てますね。シークレットは出らんのかな？やっぱね、ワンボックスに1枚はね。せーの。ほい。おーっと、これは何ライダー？仮面ライダービルド。あ、仮面ライダービルドね。やっぱスーパーレアめっちゃかっこいいね。SR やね。仮面ライダービルドの、SR ですね。勝利の法則は決まった。変身者キリュウセント。変身アイテムビルドドライバー。必殺技ジーニアスフィニッシュですね。SR。いや、いいですね。やっぱね、SR めちゃくちゃクオリティ高いよね。せーの。ほい。おーっと、仮面ライダーフォーゼやね。いや、これはね、見てましたね。これ面白かったよね。宇宙来たーってね、言ってましたね。ノーマル、仮面ライダー、フォーゼですね。これは見よったんやけど、これもね、10年ぐらい前よね。10年以上前かね、これ。結構前よね。せーの。ほい。おーっと、これは。仮面ライダー響きですね。あ、これもね、ありましたね。これはね、平成ライダーの仮面ライダー響きですよね。なんか音にね、関わる仮面ライダーみたいな感じよね。レアの仮面ライダー響きですね。せーの。ほい。おーっと、これも仮面ライダーか？仮面ライダーゴーストは知らんねー。ノーマルの仮面ライダーゴースト、命燃やすぜ。いや、これはね、知らないライダーですね。これは平成ライダー、最近なんかね、令和ライダーになるんかね、これね。ワンボックス目、残り2枚、これ合わせて2枚ですね。やっぱウルトラレアが2枚とかかな、上位レアはね。ワンボックス、せーの。おーっと、ガッチャードやね、これね。いやー、いいっすね。仮面ライダーガッチャード。これ、ウルトラレアだよね。いやー、かっこいいね、やっぱね。これがね、最新のライダーですね。変身者、一ノ瀬宝太郎。さっきのもう一人のね、女の人は何なんやろうかね。仮面ライダーガッチャード。いやー、かっこいいね。どういった戦い方をするんかね、よくわからん。ガチャガチャを回したりするんやろか。いいっすね。ウルトラレアガッチャードゲットですね。やっぱいいね、ウルトラレアはね。じゃあワンボックス目最後ですね。ワンボックス目はね、ウルトラレアがね、3枚入ってましたね。せーの。ほい。おーっと、これは仮面ライダーオーズやね、これね。
仮面ライダーオーズのノーマル、これもね初ゲットですね。いや、ワンボックス目かぶりなかったですね。じゃあ2ボックス目いきます。で、配列はね、今映ってるのがね、上の段が、右手前ですね、こっちから始まって、上に行っていく感じで、こっちの手前が左ですね。じゃあ2ボックス目いきますかね。シークレットがまだ出てないよね。いや、1枚ぐらい出てほしいな、シークレットは。せーの、はい。あーっと、これもかぶりやね。フォーゼ出てますね。せーの、はい。おーっと、これも出てますね。響きですね。いや、ライダーもね、見たら多分ね、ハマるんやろうけどね。何せ数が多いけんね、どれから見たらいいかね、わからんのよね。すげえ時間かかるやろね、全部見たら。せーの、ほい。あーっと、これも出てますね。ゴーストやね。せーの、ほい。あーっと、かぶった。これガッチャードなんやけどね、この右の女の人ももう変身するんやろか。一ノ瀬宝太郎&工藤凛ね。なんか右の人も変身しそうやけどね。せーの、はい。あーっと、これまだ出てない。いや、めっちゃ目が大きいね、この仮面ライダー。フォー、あ、これ何、ファイズって読むんかね。仮面ライダーファイズレアですね。これも知らんぞ。クリムゾンスマッシュ。これも最近の仮面ライダーかね。せーの、はい。わーっと、これも出とるね。これスーパーレアかっこいいけどね、クロスセーバー出てますね。せーの、はい。あーっと、これも出とるね。そろそろウルトラレアか上位レアがね、出ても良さそうなんで。せーの、はい。あーっと、これは、カブト、あ、これは初ゲットやね。仮面ライダーカブト、レアですね。カブトムシみたいやね。仮面ライダーカブトですね。仮面ライダーカブトがカブトムシで、アギトがクワガタなんやろかね。なんかイメージ的にそんな感じよね。そろそろシークレット出そうなんやけどね。どっちか UR か。せーの、はい。だー、これは出た。この白人出たね。これも出てますけど、やっぱいいね。SR はね、ビルドですね。せーの、はい。あ、これ、お、これ、仮面ライダー、ウィザード、あ、これ、あの、魔法使いの仮面ライダーよね。ノーマル、さあ、ショータイムだ。いや、これね、あの、朝あるよっての、何回か見たことありますね。仮面ライダー、ウィザード、これも初ゲットですね。やっぱ2箱やとね、25種類出ればいい方かな。やっぱ25ぐらいやろね。せーの、ほい。あーっと、出てますね、アギトはね。やばい、これシークレットなしかもしれんね、今回ね。もうちょっと買っとけばよかったらね。せーの、ほい。おーっと、ガッチャードかぶっててしまったね。やっぱかっこいいね、ガッチャードね。ウルトラレアもうこの箱2枚出てしまったね。せーの、ほい。あーっと、ドライブ出てますね。せーの、ほい。あーっと、これまだ出てないぞ。これ何ライダー、これ。あ、電王ね。仮面ライダー電王いましたね。ソードフォームレアの、仮面ライダー電王ですね。俺参上、いや、いましたね。もうないかな。もう一枚ぐらい上位レアがね、入ってそうなんやけどね。ウルトラレアはもういいかな。せーの、ほい。あーっと、これもダブルも出てますね。せーの、ほい。おーっと、これも出てるね。SR かっこいいけどね。ギーツ出てますね。せーの、ほい。だーっと、これは、あ、ガイム出てますね。仮面ライダーガイム。これもね、出てますね。シークレット何残り、これ合わせて3つですね。もう1枚ぐらい上位レア
欲しいな。せーの、ほい。あーっと、これは、あ、ブレードも出てるね。せーの、ほい。あー、ディケードもこれ出てますね。じゃあ、2ボックス目、最後やね。いや、1枚ぐらい、シークレット欲しかったな。最後ですね。せーの、ほい。おーっと、なに、あー、出とるね、これもね。龍騎出てますね。で、一応ね、これで、2ボックスの開封終わりましたね。いや、被ったね、だいぶね。じゃあね、ちょっと並べてみましょうかね。2箱開封した結果はこんな感じですね。全30種類中25種類出てますね。やっぱね、2箱やったらこんなもんでしょうね。うん。まあ、ただね、シークレットね、1枚ぐらい出てほしかったね。ウルトラレアは4種類中3種出てるんですけどね。シークレットは1枚も出ませんでしたね。おそらくね、これもワンボックスにね、2、3枚上位レアが入ってる感じかね。あの、UR 以上がね。ウルトラレアはね、この3種類ですね。ガッチャードと、ガッチャードの変身前かな。で、仮面ライダーの1号。これが新1号になりますね。うん。UR は4種類中3種出てますね。で、スーパーレアはね、今回6種類中、4種類出てますね。いや、個人的にはね、この UR よりこっちの方が、好きなんですよね。この光り方がね。いや、これめちゃくちゃ良くないですか、これ。プレゼント企画の説明になります。今月のね、26日の金曜日にね、ワンピースの大海賊シールウェハースのログ7を開封します。まあ、その時にね、まあ、ちょっとね、遅くなりましたけど、チャンネル登録者1500人のね、プレゼント企画を一緒にやろうと思っています。まあ、あの、内容としましては、ワンカートン開封して、フルコンプをね、除いたかぶりをすべて、プレゼントします。で、他にもね、一番くじの、フィギュア、とかね、あと、ハズレもね、たくさんあるんでね。まあ、いつも参加してくれてる方はね、わかると思うんですけど、まあ、あんな感じでね、やろうと思っておりますんで、ぜひご参加の方お願いします。で、今回ね、3つの部門に分けてね、やろうと思ってます。1番がね、ワンピースですね。こっちがね、ワンカートン開封して、被りはすべてプレゼントですね。なんで、10名様ぐらいにね、当たるように振り分けようかと思ってます。で、1位、2位、3位にはね、フィギュアとかもね、ついてきますんでね、これはね。で、2番が、悠々白書部門。悠々白書部門はね、1セットだけフルコンプのね、セットを出します。で、3番が呪術廻戦部門ですね。呪術廻戦部門もね、これも、1セットだけフルコンプのセットを出しますね。悠々白書もね、呪術廻戦もね、12月に発売した、ウェハースのシールの、フルコンプセットですね。おそらくね、9割方ね、ワンピースの方にね、流れると思うんでね、2番、3番の悠々白書とね、呪術廻戦も狙い目っちゃ狙い目かもね。前回のね、時はね、鬼滅の刃とワンピースをやったんかね。で、鬼滅の刃を、1セット出しとったんかね。あの時は8人やったかな。7人とか8人やなかったかな、参加した人がね。で、ワンピースの方にほとんど9割ぐらいはね、流れたんでね。2番、3番も、狙い目っちゃ狙い目かもしれんね、うん。いずれもね、その3つの中から1つだけ選んでください。で、詳しいことはね、20日過ぎたらね、チャンネルページのコミュニティ欄の方にね、載せておきますんでね、そちらの方もチェックしてください。まあ、今回はね、まあお試しで、2箱開封してね、まあ、かなり不甲斐ない結果だったんですけどね。この後ね、サンリオのね、キャラクターズウェハースのね、第5弾がね、出てるんですね。これをね、6箱開封します。これね、今回ハローキティのね、生誕50周年のね、カードが入ってるんで、かなり激アツのね、回になってますんでね。よかったらこちらの方もね、ご視聴お願いします。では今回の動画はこれで終わりたいと思います。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。
絶対見てくれよなって。